中には攻撃してきた相手に反撃を行いたいという人もいます。ペンシルベニア州にあるアイビステック社は遠隔操作で発射できる大口径の銃を備えた防弾車を製造しました。同社は価格50万ドルの装甲車を年間100台作っています。当社は特に中東において起きる脅威に対応するためにコブラバイパーを開発しました。見た目は一般の車両でも実際は高い安全性と防護性を有する車を作るというのが我々の目標でした。銃は助手席からコントロールできます。銃は車に完璧に固定してあります。そして車の方向や発砲した時の銃の動きを決定するジャイロスコープを備えています。そのおかげで車が動いている時でも正確に銃を発射することができるのです。搭載されているのは大口径のマシンガンです。射程距離は900メートルです。